室町家は、藤原北家館陰流西恩寺家の一門の公家、家族。公家としての価格は、ウリン家。家族としての価格は、白爵家。別名、四つ辻家、花亭家。西恩寺家、東院家、清水谷家と共に、西恩寺流四家の一つ。家業は阿言、琴。こと。鎌倉時代、西恩寺公共の四男、サネトによって創立された。 四つ辻ともこうする。また、今出川家の邸宅が菊邸と呼ばれたことと同様に、室町家の邸宅は、花邸と呼ばれた。室町末秋以降、室町殿を名乗った足利将軍家をはばかり、四つ辻を称したが、明治期に加盟を室町に戻した。なお、足利将軍家には、室町家本邸であった、花邸も譲っている。江戸時代初頭、四辻公園の娘、四子は、 ごみずの天皇の天示となり、天皇の寵愛を受けて、巫女と巫女を設けたが、これが、徳川和子の受大直前の出来事であったため、江戸幕府の怒りを買い、一時宮中から追放される、羽目にあった。また、これに先立って四つ子の姉は、上杉影勝に即室として使え、死子定勝を出産したが、百日余り後に死去した。 また、猪熊事件で処刑された猪熊教理も公園の子で、一時期高倉家及び山品家の当主になったものの、朝廷内の事情で当主を退いて別家を建てたことが明らかになっている。江戸時代の家録は200国だった。幕末、明治新規の甲賀は、国時に奔走し、新後は、越後府知事、三島陸軍少将、宮内県大、進む、雅楽助を務めた。 君康が加盟を四つ辻から室町に改める。明治17年君康に対して伯爵位を授けられた。広大は貴族院議員を務めた。広富士は昭和34年商店長に就任し、宮中祭司に尽力した。寺明院本助の子、白川正光の子、高野保元春の二男、特大寺実のの子、関白藤原市通の子、 火星の系統が正則、宮美町と続いたが、宮美町の子、家臣が室町を加盟とした。六代目の正明が小畑と解消したが、その総尊の宮美園の代である、室町時代末期に絶景した。この他に、この絵元道の古剣元が高塚さ、または室町を加盟にしたとされているが、四代で絶景している。国立歴史民族博物館の 急行給料取り調べ長データベースより算出した幕末期の四つ筋計量は以下の通り。ありがとうございます。